ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用二24でナンバーアンダーラインアイが爆裂。興奮感動のステージを完全公開。公式映像ナンバーアンダーラインアイ、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用二24での圧巻パフォーマンスを大公開。2024年10月13日、愛知県の愛知スカイエキスポ野外特設会場で開催された、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用二24は、 多くの音楽ファンにととって忘れられらなない一日となりました特に注目を集めたのは、スペシャルゲストとして出演したナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスです。ナンバーアンダーラインアイは、平野紫神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループで、2023年10月15日に結成されました。デビューシングル、GOT を2024年1月1日にリリースし、以降多彩な活動を展開しています。 彼らの公式サイトや SNS アカウントでは、最新の情報やコンテンツが随時更新されています。フェスティバル当日、ナンバーアンダーラインアイは18時から19時頃にかけて20分間のステージを披露しました。彼らの公式 YouTube チャンネルでは、当日のパフォーマンスの映像が公開されており、ファンたちの熱狂的な反応を見ることができます。ワイヤードミュージックフェスティバル一重インオフ24は、 日本国内外から大きな注目を集める音楽イベントとして、今年も大成功を収めました。その中でも特に話題となったのが、超人気グループ No.1&I の出演です。このフェスティバルには、数多くのアーティストやパフォーマーが集まりましたが、多くのファンがこのイベントに参加した大きな理由の一つは、やはり No.1&I の性パフォーマンスを間近で見るためでした。SNS 上でも ワイヤードミュージックフェスティバル一重イン・オフ24に参加したファンたちがイベント後に投稿した感想や写真があふれ、その多くがナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに対する熱いコメントで埋め尽くされています。高画質で撮影された彼らのステージ写真は、まるでその瞬間に再び戻ったかのような感覚を与え、見ているだけで会場の熱気と興奮が伝わってくるものでした。実際にフェスティバルに参加できなかった人たちも、 SNS を通じてその迫力と感動を共有し、一体感を味わうことができたのです。ワイヤードミュージックフェスティバル自体は、すでに国内外で高い評価を受けており、音楽ファンからの支持を集め続けていますが、今年のフェスティバルはナンバーアイの登場により、さらにその名声を高める結果となりました。フェスティバル後、さまざまなメディアがこのイベントについて報じ、特に海外の音楽メディアも注目し始めたことは、 今後のワイヤードミュージックフェスティバルのさらなる国際的な展開を示唆しています。ナンバー・アンダーライン・アイは、近年日本の音楽シーンでひときわ目立つ存在となっており、その圧倒的なパフォーマンス力とスタイリッシュなビジュアルで多くのファンを魅了しています。彼らの登場によって、ワイヤードミュージックフェスティバルの今年の成功は予想を上回るものであったといえます。フェスティバルの主催者も、この成功に大いに満足しており、 今後のイベント運営に向けての期待がさらに高まっています。ナンバーアンダーラインアイの魅力は、その音楽だけにとどまりません。彼らのパフォーマンスは、ただ音楽を聴くだけではなく、視覚的にも非常に楽しませるものとなっており、観客を一瞬にして引き込む力を持っています。ワイヤードミュージックフェスティバルでのパフォーマンスは、その力を最大限に発揮した場となりました。夜のステージで彼らが繰り広げたショーは、 光と音が一体となった圧倒的な演出で、まるで異次元にいるかのような感覚を観客に与えました。イベント終了後、ファンたちは彼らのパフォーマンスについて SNS で熱く語り合い、その興奮は収まるどころか、さらに広がりを見せています。多くのファンが、来年もぜひ出てほしいという声を上げ、ナンバーアンダーライン愛の存在がワイヤードミュージックフェスティバルにとって欠かせない要素になっていることが明らかです。実際 彼らのステージを目の当たりにした人々は、その一体感や感動を語り合い、今後もフェスティバルに参加するために期待を寄せています。Wired Music Festival 一獣院洋フ24は、これまでの音楽フェスティバルの概念を超える、まさに次世代型のイベントであり、音楽だけでなく、ビジュアルや空間全体が一つの大きなエンターテインメントとして提供されました。特に、夜の時間帯に行われたパフォーマンスは、 昼間のイベントとは一線を画す幻想的な雰囲気を作り出し、観客を完全に没入させることに成功しました。ステージを彩る照明、音響、そしてアーティストたちのパフォーマンスは、見る者全てにとって忘れられない体験となりました。そして、このイベントをさらに特別なものにしたのが、参加者同士の共有体験です。SNS を通じて瞬時に広がる写真や動画、コメントによって、 現地に足を運べなかった人々もその一部を感じ取ることができました。ナンバーアンダーラインアイのファンたちが SNS でシェアした彼らの写真や映像は、多くの人々に強いインパクトを与え、ますます彼らへの関心を高める結果となりました。実際、参加できなかった人々からも、次回こそは参加したいという声が相次ぎ、ワイヤードミュージックフェスティバル自体のブランド価値も飛躍的に向上しました。 このような音楽イベントが持つ力は、単なるエンターテインメントを超えたものです。音楽はもちろん、視覚的な演出、そして SNS を通じた共有体験が、ワイヤードミュージックフェスティバルを特別なものにしました。特にナンンバーアンダーラインアイの存在は、ただの音楽グループではなく、彼らのパフォーマンスが一種の文化的現象となっていることを証明しています。彼らがフェスティバルに出演することで、 多くの人々が集まり、感動し、共鳴し合う空間が生まれ、その瞬間は一過性のものではなく、長く記憶に残る体験として語り継がれていくでしょう。さらに、このような大型フェスティバルが、どのようにして次世代の音楽シーンを形作るかについても考えるべきです。ワイヤードミュージックフェスティバルのようなイベントは、アーティストにとっては一つの舞台でありながら、同時に彼らの活動を世界に広める重要な機会でもあります。 特に日本のアーティストが海外のメディアに取り上げられ、世界的な注目を浴びることで、さらなる国際的な展開が期待されます。ナンバーアンダーラインアイのようなグループが、こうしたプラットフォームを活用して自らの魅力を広げることは、今後の音楽業界全体にとっても非常に重要なポイントとなるでしょう。今後、ワイヤードミュージックフェスティバルはさらに進化し続けるでしょう。今回の成功を受けて、 主催者側も次回以降のフェスティバルに向けた準備を進めていることは間違いありません。来年のラインナップや演出がどうなるのか、すでに多くのファンが期待を寄せています。そして、その中心にナンバーアンダーライン愛が再び登場することを望む声が高まっているのも事実です。彼らのパフォーマンスは、一度見た人々の心に深く刻まれ、次回もまたその感動を味わいたいと願うファンが数多く存在します。 ワイヤードミュージックフェスティバル一重印用二24は、音楽フェスティバルの未来像を描き出す一大イベントとして、日本の音楽シーンに新たな可能性を示しました。そして、それを支えたのがナンバーアンダーラインアイの圧倒的な存在感です。彼らのようなアーティストが、フェスティバルを通じてさらに多くの人々に影響を与え、音楽そのものの力を改めて証明しました。また、 ファンの方々の感想や写真が SNS 上で多くシェアされており、当日の盛り上がりを追体験することができます。特に、公式インスタグラムアカウントでは高品質な写真や動画が多数投稿されており、イベントの雰囲気をリアルに感じることができます。さらに、No.1&I は2024年9月23日にファーストフルアルバム、n o 1をリリースしており、ジャケット写真や新アーティスト写真が公開されています。 アルバムにはデビュー曲、GOT をはじめ、平野翔プロデュースの、ボン・ジングージ・ユータプロデュースの、INZM など多彩な楽曲が収録されています。これらの情報は、n o イの公式サイトや各種 SNS アカウントで確認できます。また、Wired Music Festival の公式サイトでも、イベントに関する詳細や関連ニュースが掲載されていますので、ぜひご覧ください。最後に、 ナンバーアンダーラインアイの公式 YouTube チャンネルから「ワイヤードミュージックフェスティバル一獣引用婦24」でのパフォーマンス映像をご紹介します。